時ですもん。だって、タカヒロさんが。いや、そういうわけではないのですが。ですが、タカヒロさんに就寝する前に夜中の2時に起こすよう頼まれまして。なんでも夜中徘徊している女の子がいるから捕まえるってですよ。そうなんですよ。思い出してくださいましたか？ふぅ、よかった。これでリニアのお役目は終わったのですね。ってなことで、リニアはこれで。リニア、タカヒロさんを起こすために全然寝てないので寝かせていただこうかと。でもですよ。でもですよ。夜中の屋敷内を回るのですよね。しかも探す相手は少女の幽霊ですよね。でもその女の子って闇に消えたりするのですよね。それって幽霊ですよ、やっぱり。と言われましても、怖いものはやはり怖いのですが。あの、タカヒロさん、離れないでくださいね。置いていかないでください。
うん。タカヒロ。タカヒロなんか嫌い。私は幽霊なの？じゃあ、私、死んでるのかな？いないの？幽霊っていないんだ。
キュルル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 ル。うん。はい。あ、タカヒロさん。あ、はい、です。こんな時間に厨房に？キュルル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 。この娘さんって、あの、一体何をなされるのですか？そんな叩かれるとリニアのお鼻が曲がってしまいそうですよ。ですか。でもそんなにお気遣いされなくても大丈夫ですから。キュルル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 ル。あ、待ってくださいね。今作りますからね。できましたよ。キュルル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 。うるさい。はい、鈴木さん。ありがとう。これはソースをかけて食べるものじゃないんですよ。これはですね、明石焼きといって、このだし汁をつけて食べるのです。明石焼き？はい、そうですよ。食べていいの？はい、鈴木さんのために作ったのですから。いただきます。あ、もぐもぐ。どうですか？もしかして、美味しくないですか？美味しい。よかった。まだまだありますよ。たくさん食べてくださいね。はい。できましたよ。あ、どうしましたか？そろそろ行かなきゃ。小さな子を無理やりなんて。あ、うん、高博をやめろ。高博さん、ごめんなさい。高博さん、鈴木さん、本当は高博さんはいい人なのですよ。うん、高博は信用してないけど、リニアさんは信用してもいい。その言葉は信じる。ありがとうございます。
にでも。はいだ。さあどうぞ。ご飯、わかめと枝豆のお味噌汁、それと卵焼き、小エビとほうれん草、鮭と大根おろしです。やっぱり日本食は作りやすいね。日本にゃ？私は日本生まれだよ。へえ、変な言い方するのね。若者言葉ってわからないわ。おさまつさまでした。高博さん、おはようございます。え？あの方が大事なものをなくしてしまったというので。大丈夫です。大丈夫です。